頭のゴミ掃除を始めよう。頭のゴミから生まれる悩みはいろいろです。頭の中がごちゃごちゃしていて晴れた気分にならない。もう何年もこんなすっきりしない状態で生きてるな。仕事や勉強で集中しなきゃいけない時にすぐに他のことを考えちゃって集中できない。頭の中の雑念を消したい。物事を論理立てて考えていると途中で頭がごちゃごちゃしてきて最後まで考えられない。頭が悪いのかな？ものすごく嫌な人がいる。いつもそいつの嫌な記憶が頭の片隅にいて、怒りが頭の中から消えない。寝ても覚めても頭の中に緊張がしこりのように残っていて、など悩みの種類は様々。頭の中のゴミを掃除したい。そして曇りのない澄み渡った頭で生きていきたい。それがこの本を手に取ってくれた皆さんの共通の願望でしょう。そこで本書では、頭のゴミを根本から掃除して、クリアな頭で生きていくための方法をまとめました。頭がモヤモヤしているあなたに向かって恐縮ですが、ここで次の3つの質問の答えを考えてみてください。第1問。あなたの頭の中がイライラ、モヤモヤしているのはなぜですか？ A、周囲の人間関係がうまくいっていないから。 B、仕事がきつくてサービス残業が多いから。 C、 仕事やプライベートでいろいろ悩みを抱えているから。 D、 その他。第2問。大事なことや複雑なことを考えている途中で頭の中がごちゃごちゃしてきて考えるのをやめたくなるのはなぜですか？ A、 論理的思考力が足りないから。B、 いわゆる IQ というやつが低いから。 C、 寝不足だから。 D、 その他。第3問。仕事や勉強に集中したいのに集中できない。始めてもすぐにやめたくなってしまうのはなぜですか？ A、 根気がないから。 B、 意志が弱いから。 C、 机に向かっているのが苦手だから。 D、その他。人によって ABCD 答えは様々だと思います。しかし本当の正解は全て D です。どの質問でもあなたの頭を曇らせている正体は本当は D、 その他。こっちの事情も知らずになんでわかるの？と思われたかもしれません。しかし本書を読めば私が断言する理由を納得していただけるはずです。本書を読んで頭のゴミを捨てれば、バカな上司がいても、給料が安くても、イライラ、モヤモヤしなくなります。寝不足でも思考が冴えて、仕事や勉強に集中できます。頭のゴミを捨てれば、仕事や勉強や趣味に思いっきり集中できます。そして思考が冴え、これまでなら思いつかなかったようなアイデアが湧き出る頭になります。それでは、頭のゴミ掃除を始めましょう。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は頭のゴミを捨てれば脳は一瞬で目覚めるという本をご紹介したいと思います。皆さんは不安とか悩みってありますか？例えば誰かにイライラしたり嫉妬したりということだってありますし、なんだか満たされない気持ちとか、変わりたいけど変われない、自分に自信が持てない、やりたいことがわからない、失敗するのが怖い、こんな思い大なり小なりありますよね。そして断るごとにそのことを考えちゃったり、ふとした拍子にひょっこりと顔を出したりして、気がつくといろいろなことが停滞しちゃっている、そんな状態の自分にもなんだかイライラしたりして。でもね、そんな頭の中のゴミをすっきりなくすことができるんです。いや、それだけではなく、頭のゴミを取り除くことが脳を目覚めさせ、劇的に人生が大転換するんですって。めちゃめちゃ気になりますよね。著者は認知科学者の苫部知英人さん。中学から大学へ飛び級し、20歳でハーバード大学医学部准教授のオファーを受けるほどのまさに天才というような苫部知さんが、認知科学の観点から
悩みや不安をすべて消し、幸せな人生を生きるための確かな理論、方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。変わりたいけど変われない。これまでの自分というゴミを捨てる。仮想の自分と過去の自分を捨てる。私たちはあの時あのようにしていたら今はもっと幸せだったのにという考え方に陥りがちです。もしあの大学に合格していたら、もしあの会社に入っていたら、結婚せずに仕事を続けていたら、あの時あの失敗をしなければ、あの時ああしておけば今頃はもっと幸せだったろうなという考え方です。しかし過去に戻って選択をやり直したり失敗を取り消したりすることは不可能です。あの時ああしておけばよかったと考えることに何の意味もありません。あの時こうしておけばこうなっているはずの自分という仮想の自分も頭のゴミの発生源です。これから捨てていきましょう。過去を悔やむ人は過去の延長線上で未来を考えます。昔から自分は気が小さいから人の上に立つなどできないだろう。昔から自分はモテなかったから高望みしても無駄だろうという考え方をします。しかし、もっと活躍したい、もっとモテたいという願望はあるでしょう。願望はあるのに過去をベースに自分を抑え込むから、そこで葛藤が起きて頭がモヤモヤするのです。自分の〇〇なところを変えたいと思う。でも変えられない。変われない。いや、変わることはできるのです。世界は過去の記憶で成り立っている。脳の話をしてみましょう。私たちのほとんどは過去の記憶をもとに自分はこんな性格だ。自分の能力はこの程度だと考え、自分の未来を過去の延長線上で考えます。そのように過去ベースで物事を見てしまうのは、単に私たちのマインドの持ち方の話ではなく、脳の機能そのものにも要因があります。私は長年脳機能の研究をしてきましたが、脳機能の研究が進むにつれて、実は脳は通常の状態では大した情報処理能力を発揮していないことが分かってきました。ただし脳は、ものすごい働きをしているように見せかけるのが非常に上手なのです。一つテストをしてみましょう。あなたが昨日会った人の顔を思い浮かべて絵を描いてみてください。家族でも友人でも同僚でも、昨日会った人なら誰でも構いません。また絵の上手下手も関係ありません。とにかく昨日会った誰かの顔をできる限り正確に思い出し、忠実に絵に描いてみるのです。その人は昨日どんな髪型で、別れ際にはどんな表情をしていたでしょうか。3、4分で絵に描いてみてください。そして出来上がった絵を実際にその人と比べてみます。すると実物通りに描けている人はほとんどいません。どんなに愛している恋人や家族だったとしても、大抵の人が何箇所も間違って描いています。つまり私たちは毎日見ているはずの親しい人の顔でさえ、実際はよく覚えていないのです。見ていると思っていても、実は単に見た気になっているに過ぎません。過去に見て記憶になんとなく入っているから見ない。ということは、私たちが今見ている世界は過去の記憶によって成り立っているということです。なぜ脳がそんな手抜きをするのかというと、理由は脳の情報処理能力にあります。過去に見たものをその後もわざわざ一瞬一瞬すべて認識するとしたら、脳の情報処理は到底追いついていきません。だから脳は巧妙に手抜きをするのです。
脳は巧妙に情報を選別する。そのシステムを司る部位は脳の基底部にあり、ラス、毛様体不活系と呼ばれています。ラスは自分にとって重要な情報かどうかをより分けるフィルターです。脳はラスのフィルターによってその時重要だと思った以外の情報を遮断しています。ここでラスの働きを詳しく見てみます。私たちが過去ベースで生きていることとラスが深く関係しているからです。ラスの働きを示す分かりやすい例が、人混みの中で聞くアナウンスです。ショッピングモールなどの人混みで呼び出しのアナウンスが流れることがありますね。〇〇市からお越しの〇〇様、お連れ様がお探しですので案内カウンターまでお越しください、というようなアナウンスです。このようなアナウンスは音声が不明瞭で、人混みの雑音にほとんどかき消されてしまい、よく聞き取れません。しかも私たちはショッピングや会話に集中していて、大抵の場合注意はアナウンスに向いていません。ところが〇〇市からお越しのの〇〇市が自分の住んでいる市である場合は、たとえ誰かとの会話の途中でも耳が反射的にアナウンスの音声を拾います。脳がラスのフィルターによって誰かとの会話や人混みのノイズをとっさに遮断することで、重要だと判断したアナウンスを聞き取るのです。あるいはフードコートで食べ物の出来上がりを待っているとき、たとえ誰かと会話中でも自分の番号が呼ばれたら反射的に体が反応します。これも脳が重要度が高いと判断した番号の呼び出しを聞き取るために、ラスが会話の音声情報をシャットアウトした結果です。このように私たちはラスによるフィルタリングを日常的に経験しています。このラスの働きのおかげで、私たちは自分にとって重要な情報をキャッチできます。また、ラスの働きで重要でない情報をシャットアウトすることにより、寝るときにシーツが擦れる音が気になって眠れない、などということもありません。しかしその反面、私たちはラスによって選別された情報だけで作られた世界を生きているのです。現状維持の罠。それでは脳は何を基準に重要かどうかを判断するのでしょうか。その基準とはこれまでの自分です。脳は昨日までの自分が重要だと判断していたものを今日も重要だと判断します。その結果、私たちの目の前の世界は昨日までの自分が重要だと判断した情報だけで成り立っています。今あなたがカフェでこの本を読んでいるとします。あなたがカフェの中の何を見るか、何を聞くか、どの情報を取り入れるかは、昨日までのあなたの判断によって決められています。1時間後あなたは街の雑踏を歩いているとします。その時もあなたの目に入るもの、耳で聞くもの、取り込む情報は、すべて昨日までの自分が重要と判断してきた基準に基づいています。考えてみれば、これは当然のことですね。例えば、会社の上司が今日になって、昨日までの方針と何の関係もない別の基準で物事を決め出したら困るわけです。それはそれで面白い新たな事業展開が切り開かれるかもしれませんが、まず組織は大混乱に陥るでしょう。安定した状態を保つために現状を維持しようとするのは、ある意味理にかなっているのです。人間の体温が36度前後に保たれているのと同じです。そうした機能をホメオスタシス、生態を安定した恒常的状態に保とうとする恒常性維持機能と呼びます。問題なのは、これまで通りの現状を維持するホメオスタシスの強い力が働いて、現状から抜け出そうとしても抜け出せないこと。さらにもう一つの問題点は、昨日までの自分が重要だと思ってきたものの大部分が他者からの刷り込みでできているということです。つまり人間は、これまで刷り込まれてきた親の物差し、会社の物差し、世間の物差しをもとに、今後もその借り物の物差しで自分を測り続けていくということ。これまで刷り込まれた基準によって、今後も情報のより分けを続けていきます。ですから、これまでの自分を一度リセットしない限り、頭のモヤモヤはずっと続いていきます。これまでの自分を丸ごと捨てる。
私が言う自分が変わるというのは、全く生まれ変わる、人生が大転換するというくらいの劇的な変化です。見える景色が、世界での立ち位置が、全く変わるような大変化です。そして、そのような変身は可能なのです。自分を変えたい、人生を変えたい、心から望むものを手に入れたいというのなら、これまでの自分を丸ごと捨てる覚悟が必要です。なぜなら、これまでのあなたは他者から刷り込まれた物差しでいっぱいだからです。刷り込まれた物差しはゴミです。ゴミでいっぱいのこれまでの自分を一度ゼロにする。そして自分が本当に望むものを自分の物差しで選び直す。それが自分を変えるということです。多くの人が自分を変えたい、変わりたいと思っても変われないのは、変わりたいと言いながらこれまでの自分を手放そうとしないからです。なぜ手放そうとしないかといえば、刷り込まれてきた借り物の物差しに頼っている方が楽だからです。これまでの物差しを捨てることが面倒くさいからです。つまり、現状維持のホメオスタシスが働いているからです。もう一度言います。後悔ない人生を歩みたいなら、これまでの自分を丸ごと捨てる覚悟が必要です。未来が過去を作る。では、どうすればこれまでの自分を丸ごと捨てることができるのか。まず、時間に関する考え方を反転します。私たちは一般的に、時間は過去から現在、未来へと流れていると考えています。しかし、この時間観は本当に正しいのでしょうか。この時間観も古典的な西洋の物差しに過ぎません。例えば、自分が川の真ん中に上流の方を向いて立っていることを想像してください。上流から赤いボールが流れてきます。手を伸ばしてそのボールを取るか否かはあなた次第。仮に赤いボールを取らなかったとしましょう。しばらくすると次に青いボールが流れてきます。しかし青いボールが流れてきたのはあなたが赤いボールを取らなかったこととは何の関係もありません。ただ青いボールが流れてきた、それだけです。つまり赤いボールを取らなかったという過去は青いボールが流れてきたという未来とは何の関係もなく、過去は未来に何の影響も与えていないのです。このように、時間は川の上流という未来から、あなたが立っている現在へ、そしてあなたの後方の過去へと流れているのです。そうは言っても、自分は努力しなかったから三流大学にしか入れなかったし、今も三流企業でこき使われているのだ、と言いたくなるかもしれません。では、こんなケースを考えてみてください。会社の帰り道にお弁当を買うためにコンビニに寄ったとします。しかし、たまたまレジの前に行列ができていました。あなたは行列に並びしばらく待っていましたが、なかなか前に進まないので面倒になり、ついてないなぁと思いながら、わざわざかなりの遠回りをして別のコンビニに行きました。すると、その店では先ほどの店よりも同じお弁当が2割も安く売っていました。あなたはラッキーと思いながら足取り軽く帰宅しました。この例では1軒目の店の行列をあなたはついてないと思いました。しかし2軒目の店で目当ての品が安く売っていたことで1軒目のついてないがラッキーに変わりました。ということは未来によって過去が変わったということ。過去が未来を作るのではなく未来が過去を作るのです。気をつけて見てみると、未来によって過去が変わるというこのような例を私たちは日常的に体験しています。楽でいたいと変わりたいの狭間で。私たちは自分では意識せずに自分が楽でいられる範囲の中に留まっています。自分は昔から目立たない地味な人間だと思っている人は知らず知らずに目立たないように行動し、目立ちそうになると冷や汗が出て思わずその場を立ち去るなど強力なホメオスタシスが働きます。目立たないということがその人にとって楽でいられる範囲だからです。この楽でいられる範囲のことをコンフォートゾーンと呼びます。
コンフォートゾーンは非常に強固で、ホメオスタシスは非常に強力です。あなたを楽でいられるコンフォートゾーンの中に留めて安定させるために、強力なホメオスタシスが働きます。しかし、ホメオスタシスの働きを逆に利用することができるのです。例えば、自分は人見知りと思っている人は、知らない人と会うと緊張します。これまでの経験から、人と会うと緊張するというホメオスタシスのフィードバック関係を作ってしまっているのです。そしてその後ろ向きのフィードバックにより、緊張せず安定を維持できるように、なるべく人と会わないように生活します。俺はモテると信じている人は、過去の成功体験から、狙った相手は必ず落とすというホメオスタシスのフィードバック関係を作っています。彼はその前向きのフィードバックによって、うまくいく自分の姿をリアルに想像でき、果敢にアタックできるのです。つまり、ホメオスタシスのフィードバックが後ろ向きか前向きかで、あなたの思考と行動が大きく変わってくるのです。人間の思考と行動には、常にホメオスタシスのフィードバックが働いています。そのフィードバックを良い方向に転換すれば、自分を変えることができるのです。過去ベースの考え方を捨て、未来ベースの考え方に切り替える。自分の未来は最高であると確信して生きている人は、過去の自分も今の自分も最高の自分になります。未来ベースの時間観に立ち、ホメオスタシスを利用すれば、これまでの自分をリセットし、自分を新しく作り変えることができます。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？玉別さんの著書は以前にもご紹介させていただいておりますが、いや、本当に論理的で、確かに、ということばかりなんですよね。正直僕も本書の例にはいろいろと当てはまっています。どこかで生きていれば不安や悩みはあって当然じゃん、とも思っています。ただ、じゃあそれらを拭うことができているのかというと、それはできていない。同じ不安や悩みをずっと持ち続けていたりする。なんだったら子供の頃から持ち続けている不安や悩みだってあったりします。意外とみんなありますよね。そんな意識が人生を随分狭くしているんだなっていうことに気づかされました。ですが本書を読むと、そんなに根深いと思っていた頭の中のゴミも一瞬で、今この瞬間から捨てていくこともできるんだなということに大きな安心感を得ることもできました。こういった脳科学的な理論を知るだけで、その後の生き方が随分と楽に、そして願う通りになっていくと思いますよ。めちゃめちゃ興味深い本書は、現在 Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読むことができるんですよ。やばいですよね。本動画では、これまでの自分をテーマとして取り上げましたが、全部で8つのステップの中の1ステップ、ごくごく一部です。脳科学に興味がある方、人生の大転換を体験してみたい方は、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せ作りに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。